はい、A Day Vol. 3、アメシャワールドショー2代目シボレーカマロ SSS、オーナーは岩崎さん、それではですね、こちらの車のセールスポイント、チューニングポイントなどを解説してください。はい、ローハン のグラインダー塗装でキャンディーレッドペイントっていうのを入れてます。で、まあ、いろいろとあとエアホースの、スーパーパフォーマンスキットのエアサスキットを入れてます。でリアの方にはアーム類 BMR というメーカーの足回りを一式交換させてもらって、してます。でフロントバンパー、GL1 スタイルということで、GL1 に近づけて目標としてつけてます。で、まあ、フロントバンパーにはフラップを03というところで手作りで作ってもらってます。はい、そんなもんですね。この車で一番気に入ってるポイント、あと、ここどうかしたいな、もしくはちょっと変えたいなっていうところがあれば教えてください。気に入ってるのは、まあ、ざっくり言えば全てなんですけども、まあ、ボンネットがやっぱり一番目立ってて、でそうですね、ちょっと悪そうな顔なところがすごく気に入ってます。はい、で、まあ、今後やっていきたいっていうのは、まあ、そうですね、みんなにこの車を知ってもらえたらと思ってます。はい、なんか今日3時ぐらいにもう会場1万乗りされたっていうことだったんですが、はい、まあ、場所が場所だけにちょっと分かりづらかったので、まあ、迷ってもあれだと思って、で、まあ、早く行こうと思ってそのまま来たら、まあ、3時ぐらいに着いて、で誰もいなくて真っ暗で本当にここで会ってるのかな思いながらもうろうろとしてたら、まあまあ何台か車が来たので、それで、まあ、ここでと思ったんで、はい、なんとか。はい、じゃあありがとうございました。